普通ワンマン列車です。お客様にお知らせいたします。車内の安全確保のため、危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で危険な荷物などを発見された場合は、速やかに駅係員、または沖縄にお伝えください。また、非常の場合は、車内の SOS ボタンを押してお伝えください。黄色い線の内側にお伝えください。ドアが閉まります。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は小倉行きワンマン列車です。左ドアにご注意ください。次の停車駅は河原です。河原駅では後ろの車両のドアは開きませんので、お降りのお客様は前の車両にお移りください。お客様にお願いいたします。床に座る行為は他のお客様のマナーおよび通行のご迷惑になるとともに危険ですのでおやめください。ドアが閉まります。次の停車駅は西道署です。西道署駅では後ろの車両のドアは開きませんので、お降りのお客様は前の車両にお移りください。お客様にお願いいたします。お座席に置かれているお荷物は7つ。小さなお子様はお膝に抱いていただき、一人でも多くのお客様が座りますようご協力をお願いいたします。上ドアが閉まります。次の停車駅は市原町です。市原町駅では後ろの車両のドアは開きませんので、お降りのお客様は前の車両にお送りください。ドアが閉まります。九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は小倉行きワンマン列車です。次の停車駅は C です。 C 駅では後ろの車両のドアは開きませんので、お降りのお客様は前の車両にお移りください。ドアが閉まります。次の停車駅は C 公園。C 公園です。ドアが閉まります。次の停車駅は石田です。石田駅では後ろの車両のドアは開きませんので、お降りのお客様は前の車両にお移りください。ドアが閉まります。次の停車駅は両野です。日光本線、有山公園、二見、宿橋、中津方面はお乗り換えください。10分間停車します。発車は18時6分です。小倉方面お急ぎの方、隣のホームから発車します。18時1分発の下関駅をご利用ください。ず発車します。ドアを閉めます。次の停車駅は南小倉です。お客様にお知らせいたします。次の停車駅は西小倉です。鹿児島本線、黒崎、折尾、博多方面、普通列車、快速列車ご利用のお客様はお乗り換えください。側が閉まります。次の停車駅は終点の小倉です。お客様にお願いいたします。駅やホームでのスマートフォンなどの歩きスマホは、お客様同士の接触やホームからの見学などにつながり大変危険です。お客様に安全にご利用していただくため、歩きスマホはご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。ありがとうございます。